子供がこう大人になっていくのに、コーチみたいになりたいとか監督みたいになりたいとか、なんかそういうサッカーを教えたりとかって言うから、じゃあ俺はそれを仕事にしようって、こうじゃあこうしてやってるやつがいるんやでっていうのを見せなあかんと。じゃあ何をしなあかんのかって言ったら、その青春がサッカーを続けていきようねと、これから。じゃあずっと先を見据えて、先を見据えてそこから逆算して今やっていくことをやっていこうと。で、先って何なんだ、究極の先って言ったら、その日本の選手たちが大人になって世界のトップに立つっていうのが、それがまあこう頂点として最後の目標になるわけよね。じゃあ今の間にどんなことささなあかんのかって言ったら、もう答えははっきりしてくるわけよね。今の勝利よりもその将来勝てるようにさすための土台を今は作っていくっていう結果になってくるっていうか、まあそれはテクニックとか、そのテクニックを使うセンスとか、正しい、それだけと違って、そのサッカーっていうスポーツがその面白いもんで、楽しいもんで、ほんでその世界の頂点に向かっていきたいと思うんやったら厳しいもんなんやって、子どもの夢とかそういう風なに触れていくうちに、まあ結構やりがいのあることなんやなっていうことを、まあ選手からいろいろ教えてもらったと。それが俺を動かしていったんやと思うな。指導者は俺は夢を持たさなあかんと思ってるよね。あいつの方がうまいし、俺の方は俺は無理やとか、その次の年代に上がっていったら、あ、やっぱりこんだけ厳しいし無理やし、勉強もしなあかんし、親もこう言うしって、こういろんなものが周りにあって、人との比較っていうのがあって、レギュラーになれるなれへんって。でそれで夢っていうのは、子供の夢ははっきり言って育たないことが多いわけや。自分の責任やな、夢を、壊さないように、それを育てるのが俺の役割やし、それは大変なことない。それは口で言うて夢を持てなんか言うても夢は潰れてしまうわけだよね。それ技術をつけてやって、武器を身につけてやって、俺はやれるっていう気にさせて初めて夢っていうのはその成長していくわけや。セゾンはな、セゾンは世界一なんだ。私はそう思ってんだ。世界一なんですよ。たとえスペインとやっても、ブラジルとやっても、試合は相手が勝つかもしれない。それは分かんない。でも、スペインの選手とか、ブラジルの選手が、セゾンの技術とセンスを怖がるんだ。それがセゾンなんや。俺たちはどこにも負けないテクニックとそれを使うセンスやね、センス。でもね、センスっていうのだけではダメなんだよね。そこにこだわりと心がなかったら、なぜやってるんやって、誰のためにやってるんだ、味方を生かすために自分の技術を使うし、自分のために使うのと違って、それがセンスとしてまた出てくるし、それはどこにも負けないぜって言って、まあ去年あの韓国遠征で、うちのコーチに、まあ、行ったことがあるんですけど、それがこだわり、それが誇りで、
世界のどこにも負けない、もっとビッグクラブはあるかもしれないし、もっと金持ちのクラブはあるかもしれない、でもここに携わったら俺たちは世界一魅力を発揮できるクラブをこれからも作っていく。多分これからが新しいセゾンやと思ってる。岩谷セゾンじゃなかった。それぞれのその指導者の個性のあるこうセゾンっていうものをこう俺がやってきたよりかそれよりか魅力的に挑戦してもらう時代に入ってくると思うよね。誰も今にも思わなかった J リーグもなかったそんな残念子供たちの夢をすごく大事にしたいとこはしたくないと嘘つきたくないと一人の男が残りの人生選んだ道プロのサッカーコースを想像してたが最初は学校周りの雑音はかなりの逆境でもどんな困難にもぶれずにそして群れずに貫いたんだこの孤独でそうここで獅子の誇りをも何持ち流れてる血の色は音緑少年は大志を抱き大人になってそして紳士になる気づいてきた30年の群れの希望とこの夢を偉大な男の血を継ぐみんなに行こう次の何十年も2024は昭和スタジアムのロカルーム選手を鼓舞してる青年指揮官ようやく掴み取る時期が来たうなずきも熱かも選手たちそのほとんどは選ばれし花木のメンツらしい遠くで見守る一人の紳士言わずと知れたの天才君子そう今日勝てばトップリーグ発生派イメージなリアマン大歓声は様々な目と思いのせい成し遂げるまでやり遂げるだけ Yeah.